今回のクリナビはワーシップジャパン宣教人材育成学院の働きに注目します。前半の今日は同校の学長ジョシア佐々木先生に学校の歴史やカリキュラムについてお話を伺います。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。1週間のご無沙汰でございました、クリスチャンナビゲーション、通称クリナビと呼んでいますけれども、今日も MC ナビゲーターを務めますミッキー先生こと瀬野美月です。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日のゲストなんですけれども、なんと私の中学の時の後輩にあたる方なんですね。もちろん先生と私たちは呼んでるんですけれど、私が3年生の時に先生は1年生であったんですね、後輩なんですけれど、私先輩なんですけれども、でも今日は神様に用いられている素晴らしい器としてお迎えしております。皆さんよくご存知だと思います、ワーシップジャパン宣教人材育成学院の学長でいらっしゃいます、ジョシュア佐々木先生です。先生どうぞお入りください。こんにちは。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。長年礼拝音楽や宣教事業に関わってこられたジョシア佐々木先生は、国立音楽大学大学院修士課程およびイタリアのビオッティ音楽院修士課程を修了。ヨーロッパや北米でオペラアーティストとして活動された後、ゴスペルシンガーに転向。アメリカの教会でミュージックディレクターを歴任し、帰国後巡回伝道者として日本全国を回られました。2002年に音楽系進学校日本宣教音楽学校を設立、2004年には日本ゴスペル音楽協会を設立し、2019年に学校名をワーシップジャパン宣教人材育成学院と改称し、教会奉仕者の育成に特化した新学校として再スタートしました。本当に不思議なご縁ですよね、先生とは ね、もうお会いした時ご出身がどこですかと伺いながら聞いてみたら、なんと同じ公立ですけども中学の出身だということが分かりまして、私が3年の時に先生が1年生、まあ、先生がね今のお姿だと分かるんですけれどもおそらくお互いですけれども、そうですね、どういう方だったか、まあ、同じクラブか何かあればね、あれですけれども、まあ、今日はもうこの学園のですね、先生として、今日は お話をお伺いしたいということです。よろしくお願いいたします。私が聞いておるところでは先生は、音楽大学を出られて、そしてアメリカの方に行かれて、いろんな活躍をなさっておられた、伺っているんですけれども、ちょっとその辺のお話をお伺いしたいんですけれども、音楽大学を出て、それも多分後から少し話すかも分かりませんけれども、ひょんなことで音楽大学に入学して、それで音楽大学、それから音楽大学の大学院を卒業して、その後僕はイタリアに行って、4年間修行させていただいて、オペラやってましたから、その後少し短い期間ですけれど日本に一時帰国して、その後アメリカに行って、それでアメリカでオペラを3年間ぐらいやってたんですけど、その後にオペラじゃなくて教会で歌いたいと、そういう思いがこう与えられて、それでゴスペルシンガーに転向して、それと同時に向こうの
現地 の, あの 日本人の教会ですけれども、はい、日本人教会の音楽主事という立場であの教会で奉仕をするようになって、そのあたりが今 そのキャリアというか、はい、あの今に至るっていうところだと思いますけれども、私以前少しお話の中で先生はあの昔はもうロック小僧のようにすごくロックンロールが大好きだったっていう話を伺ったんですけど、はい、あのそれこ その腰を怪我して、あの空手ができなくなってそのぐれている時にその時に初めて僕はあのロックンロールを聞いたんですよ、はい、それまでは空手しかなかったですから、うん、小幅だったんですよ。あのどっちかというとその、うん、空手の道場で聞こえてくるのは、あの月に1回詩吟の先生が教えに来てくれたりとか、はい、だからそういう詩吟であったりとか、あるいは先輩たちが口ずさむのは大体演歌ですから、あのそういうあの音楽的環境にで育ってきたもんですから、はい、洋楽って聞いたことなかったんですよ、うん、それでその不良になって、あの、うん、特に暴走族みたいなことをやってましたから、はい、その時に仲間と一緒に聞いたそのロックンロールにこう痺れてしまったんですよね、はい、あ、そうですか。それで、まあ、あのロックンロールの、うん、歌手になりたいなと思って、うん、それで、まあ、あの東京に出てきてもしばらく3年間ぐらいチンピラをやってたんですけれども、その、まあ、もういい加減何かを見つけなくちゃいけないと思った時に、うん、あのそうだロックンロールの歌手になろうと思ってですね、うんうんうん、それであの何もわからないままいろいろ調べて、それで音楽学校 その募集要項みたいなのをあのこう取り寄せて、でいくつかこう応募して、そしたらその一つ受かっちゃったんですよね。でけどそこはもうクラシックの音楽学校ですから、僕はそのクラシックとロックンロール、そういうあの区別もあんまり分かってなかったので、とりあえずピアノも弾けない、ギター楽器もできない、譜面も読めない、歌えば音痴って3拍子も4拍子も揃ってたので、あのなんか学ばなくちゃと思ってですね、で、まあ、行ったはいいんですけど、あのいきなりクラシックですから、あのロックンロールはそこでは教えてくれないということが初めて分かったんですよね、はいはい、まあ、そんな感じで、あのただロックンロールが大好きでしたけれども、その音楽大学に入った時にその1枚のレコード、マリオ・デル・モナコっていう、あの20世紀最大と言ってもいいかも分からないですけど、そのテノール歌手 の、はい、あのレコードを聴いて、はい、あ、こんな歌手になりたいなと思って、それで真剣にその取り組むようになったというところがありますね。そうですか。まあ、もうなんか本当にこう色のあると言いますかね、もう本当にこう豊かな、あの声を持っている人でしたよね、非常に感動、私も昔聞きましたけれども、あのクリスチャンになられたのはいつ頃だったんですか。あのこれ話せば長いんですけれども、17歳の時に一度洗礼を受けるんです。あのそれまであの僕はずっと空手少年で、ずっと空手、あの、まあ、スポーツ中心 の、はいはい、あのそういうあの子供自分でしたけれども、はい、まあ、その17歳の時に、はい、あの腰を怪我して、それが続けられなくなってですね、それでちょっとあのぐれてしまって、その時にあの宣教師と出会って、その宣教師にこう導かれて、あの教会に通うようになって、そこで一応洗礼は受けるんですけれども、けれどもその宣教師がそのアメリカに帰ってしまってですね、その後あっという間に教会から離れて、それであの10年ぐらいですね、あのフラフラとしてたんですけども、その間にその音楽大学行ったり、イタリアに行ったりしてたんですけれども、ちょうどそのあのイタリアに、イタリアから一時帰国したときに、はい、そのいわゆるその、まあ、アメリカに行く準備をしてたんですけれども、その時にあの僕はもう教会から離れてずいぶん時間が経つんですけれども、はいはい、昔その洗礼を受けたあの四国の教会がすごく、はい、あの懐かしくなってですね、それで、その教会にを訪ねたんですよ。それで牧師先生とこう話をしている時に、あの、まあ、当時あのその年のその次の年かなにあの大きな野球場で、クリスチャンのイベントがあると、そこであのハレルヤコーラスを最後に やるんだけれども、そのハレルヤコーラスのソリストを探しているからということで、それで、まあ、僕はあの何の気なしに、はい、あの甲子園球場で歌ってみたいなと思ってですね、それでそれやらせてもらえませんかみたいな話 でそこでその歌うことになって、で、まあ、洗礼を受けてはいるんですけれども、はい、もう教会から離れてずいぶん時間経ってますし、
もうまさに偽物のクリスチャンとして、うん、クリスチャンを装ってその集会の歌い手として参加してたんですけれども、その集会の準備の間にその皆さんがこう祈るところであったりとか、あるいは証しをたくさん聞かせていただいたりとか、いろいろなメッセージに触れていく過程で、ちょっとなんかこうその洗礼を受ける直前の気持ちを少しずつ思い出してですね、それで実はその1993年の11月6日にその野球場での出来事なんですけれども、その本番の当日、こうずっと長い昼から夜までの集会をだったんですけれども、当然ハレルヤコーラスは一番最後の橋なんですけれども、それを待っている時にちょうどその夜の8時30分ごろ急に雨が降りそうになって、ドーム球場じゃありませんから雨が降ると困るわけですね。それで僕はそのセンターフィールドにあったテントの中でこう待ってたんですけれども、そのテントの中にはいろいろな有名な牧師先生であったりとか、有名なクリスチャンアーティストであったりとかがこう集ってたんですけれども、みんなその雨が降りそうになった途端に慌ててそこから飛び出していって、こう空を見上げて、神様雨を止めてくださいってお祈りが始まるんですよ。で、僕は偽物のクリスチャンという自覚がありましたから、これは真似をしないとやばいなと思ってそれで外に出て行って、で近くでものすごいダミ声でお祈りしている牧師をこうコピーしてですね、こんな感じでお祈りしようと思って空を見上げて、お祈りの真似を始めた瞬間に、頭から足の先までこう電流が流れるような、すごいこう、なんていうんだろう、衝撃というか、感動があって、涙が出て止まらなくなってですね、でその時に口をついて出た言葉が、神様ごめんなさい、イエス様一緒にいてくれたんですねっていう言葉がパッと口をついて出て、それからいわゆる本当の意味でクリスチャンとして生まれ変わったなという経験をさせていただいた。素晴らしいですね。でもその宣教師の先生のお働き、でもいろんなところをこう通られながら、でもこの甲子園の大きな球場でのそういう大会が備えられていた、まさに神様は先生がもうボンアゲンした誠のクリスチャンとなるための道を備えておられたということですよね。ありがとうございます。私の故郷でそういうことが起こっていた、もうそれはもう本当に私にとっても感動がありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。先生はこの今のこの、ワーシップジャパンの学院ですけれども、これを立ち上げられたわけですが、私の記憶するところでは最初ですね、日本宣教音楽学校という名前で、私はちょうど関西の働きを終えて関東に戻ってきた年と同じ2002年ぐらいに、私そのお話を、お伺いしたような気がするんですけれども、それからまたこのお名前が変わっていく、その辺の経過についてお話しいただけますか。もともと僕はそのアメリカでオペラからそのゴスペルシンガー、それから教会の音楽主事になって、その音楽主事をやっている頃に日本からJTJ 宣教神学校の岸義弘先生が巡回伝道でですね、アメリカに来られて、その時に僕が音楽をずっとやってたということで、岸先生の方から今 JTJ 宣教神学校で音楽 そのセクションも作ろうと思ってるんだけど、日本に帰ってきてそれ手伝ってくれないかっていう話があって、で僕はそれを祈っていて、アメリカでその伝道を始めましたけれども、やっぱり日本人伝道っていうのはすごく重荷があったものですから、アメリカの日系人とか日本人の教会もたくさんあって、そういうところをいつも巡回させていただいてましたけれども、でもアメリカより日本の方が日本人多いなと思ってですね当然ながら、それで日本に帰国することを決心して、それで日本に帰ってきました。それから準備に2年間ぐらい費やしたんですけれども、最初はその JTJ のその一部分として姉妹校というか、そういう形で岸先生、中野雄一郎先生、それから小坂忠先生、それから僕の4人体制みたいな形でスタートしてですね、その時が日本宣教音楽学校ということで、
英語に直すとジャパンミッションミュージックスクールというもう舌噛みそうなぐらい長い名前で、まあそれで何年かやっていてですね、あのけれども最初やはりその日本でそういうその音楽を中心にやる進学校っていうのが初めてだったもんですから、まあいろんなあの方々が生徒として来てくれたんですけれども、まあどっちかというとミュージシャン志望の人が多かったり、それからあのまあ僕としてはあのちょうどゴスペルブームがあのだったもんですから、やっぱりその我々ゴスペル、ザ・ゴスペル、福音だろうと思ってですね、あの名前をそのゴスペル音楽院に変更して、それでもっとこの訴求力というか多くの人に知ってもらいたいなと思って、それでゴスペル音楽院という名前にして、でしばらくやってたんですけど、今度はこのゴスペル音楽院という名前にするとあのいわゆる黒人系のゴスペルの愛好者とかそういう団体から電話があったりとか、あのちょっとやっぱり日本でゴスペルというと福音というよりもあのいわゆる黒人音楽というイメージが強かったものですから、それでまあやり始めて、でもこれちょっと違うかなと思って、やっぱり我々この礼拝で奉仕する人材を育成したいのでワーシップだろうというので、ワーシップびっくりマークジャパンという名前にこう落ち着いたというそういう経緯ですね。現在のワーシップジャパン宣教人材育成学院は2002年に日本宣教音楽学校として開校し、音楽奉仕者の育成を中心に日本の教会音楽の質的向上を目指してきました。これまで250名以上の卒業生を輩出し、その半数以上が国内外の宣教事業に携わっています。2019年からはさまざまな分野の奉仕者の人材育成が教会成長拡大の鍵であると確信し、学校名を改称して音楽奉仕だけでなく総合的な宣教活動の最前線で働きができる人材育成に力を入れています。今この学院を運営し、また後輩たちを育てておられるんですけれども、はい、この特にこう教会にあって、まあ、教会が成長して拡大していく、まあ、そこに貢献していく人材を先生は、はい、まあ、こう育てたいという思いがあるということなんですけども、はいはい、その辺のお心を聞かせてください。あの最初はそのこの学校はあの教会で音楽奉仕をする音楽家に、あのこう特化して、はい、そういうあの学校だったんですけれども、今から5年ぐらい前からあの、まあ、教会の音楽の領域、礼拝で用いる音楽の領域とそれから教会の成長拡大っていうのがやっぱりこうすごく密接にあの関係している、なるほど。それでもちろん教会が成長拡大していくために、あの主日礼拝、日曜日の礼拝の5割6割のその分量を占める音楽の部分というののこの質を上げていくということ、これすごく重要なポイントなんですけれども、反対にあの音楽の領域っていうのはまあいろいろコストもかかりますから、今度その教会の成長拡大によってそこにその予算が取れたりとか、そこにあのたくさんのものをこう投資できることも必要になってくる、そうするとなお音楽の領域が良くなっていくって、このすごい相関関係があってですね、 なので何はともあれその教会で音楽を充実させようとしたり、あるいは教会を成長拡大させるためにはやはりそのそういったその伝道マインドというか宣教マインドをしっかり持ってアグレッシブにもう実践的に伝道できる人材がもっともっと必要だなというふうに思ってですね、はい、そこであの、まあ、宣教人材育成ということに、はい、あのこうシフトをし始めたわけですね、はい、そうですか、うん、まあ、私たち牧師たちも、もう私も30年もう35年と、この仕事をやりながらですね、はい、いかに、まあ、人々が救われてその結果教会がリバイバルしていくか成長していくかということを、はい、もういろんなセミナーや本や、まあ、この間にもねいろいろ勉強してきたんですけれども、はい、もう先生にとってどうでしょうか。もう私はあの牧師でない方にぜひそれをお伺いしたい部分として、教会が成長するためには何が必要だとお考えですか。ですね、やっぱりあの何はともあれその
そこに集っているその教会員とかクリスチャンがクリスチャンじゃない方とのコンタクトの回数を徹底的に増やしていくというのが重要だと思うんですよね。やっぱりその今までいろんな教会に巡回伝道させていただいたりとかいろいろセミナーとかやらせていただいて思うのはやっぱ圧倒的にそのコンタクトの回数というのは少ないんですよね、はい、まあ、よく言われるのはもうどん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 転身をして、はい、まあ、牧師なんかもそうですけれどももうほとんど未信者のお友達がいないということですね、はいはい、どうしてももう酒飲みに行こうとか遊びに行こうというお誘いもまあお断りすることも多くなることも事実なんですけどもね、はい、そうですよね。はい、例えば、まあ、これうち その学校での授業の場合特に私の授業の場合はまあ、世の中 そのビジネスの世界で頑張っていらっしゃるその営業の人とかそのコンタクト専門家たちの例を挙げて話するんですけどやっぱり一つ の事業を成功に導くためにはやっぱり半端ないその人との接触っていうことがやっぱり求められるじゃないですか。しかもそれをしっかりとその彼らは一つの仕事として毎日毎日こなしていると。それでまあ、習慣化するというかルーティーンとしてそれをしっかりやっていく、はい、けれども教会の場合にはそういうそのお金で縛られたりとか、うん、そういうなんていうんですかねそのなりわいのためということではなくて、うん、こうみんな集まってますので、うん、そのあたりのいわゆる結局コミットメントであったりとか、うん、その、いつもそれを自分のその最優先事項として考えられるかどうかというところがすごく弱かったような気がするんですよね。なのでそのあたりをしっかりと、まあ、今我々の学校は若者が多いですけれどもその若者たちにしっかりとこう認識していただいて、はい、そういう活動をこう地道な活動ですけれども、うん、やっていってほしいなというところですね。ワーシップジャパンの生徒は毎月定期的に行われる事業を通して賛美や奉仕、伝道のノウハウや心得を学ぶほか本校のカンファレンスや学校外での奉仕などを通して実践的な学びもしています。まあ、今授業としてはすごい集中授業なんですよ、うん、それで今年までは今年度までは月に1回第3土曜日に、はい、もう朝から晩まで詰め込んだような状況で講義をするということと、はい、あとはそれプラスまあ、セミナーであったりとかそういうものをまあ、月に1回ずつやったりとかそういう形で授業をこうやっていってたんですけど来年度から体制が変わるんです。それで実は僕は学長は今年度までで来期からは今副学長をしている佐藤博明が学長となって来年からは月に2回土曜日をその集中授業にしてそれプラスまあ、セミナーは月に1回、はい、それから我々ベーシックなその2年コースのものとそのベーシックを修了した学生たちにアドバンスコースっていってもうほぼそのマンツーマン指導みたいな形でやってるんですけどこれは月に1回その授業があってけれども毎週土曜日夜にミーティングをしてるんです、はい、でそれは彼らがその年に1回その我々の学校で主催するカンファレンス その企画運営集客それから財務まで全部やるっていうことで、はい、まあ、徹底的にそこら辺をこう指導するっていうことで、うん、もうまさに実践でそのしっかりしたイベントというか選挙イベントをこう作っていくということで、うん、学んでいくっていう仕組みにしてますので、はい、なので来年度からより、まあ、今年も今年度までもそういういろんなミーティングだとかそういうのが不定期なものがバンバン入ってますから、そういう意味ではちょっと普通の進学校とかそういうとこでは感じではない、うん、こう指導の仕方学び方実践的ですよね、なので、うん、来年からそれがより一層、はい、こう強くなるということと、うん、それからそれだけではなくて やはりその一人一人が
人とコンタクトして、その人にしっかりと福音を伝えるためにいろいろなそのスキルというか、あの証、特に今まではこう証のスキルというか、それをあの入学したらすぐ一人一人の証をその紙にまとめてもらって、そしてそれを3分間5分間10分間というその時間に合わせていつでもプレゼンテーションできるような状況まで持っていく、それを何回も何回も添削して、それで映像を撮ったり、それをこうあのダメ出ししたり、そういうことであの伝道のこの一つのスキルとしてそういう証の部分をやってたんですけれども、今はそのアドバンスコースにメッセージの仕方、特にショートメッセージの仕方をこう指導する時間であったり、来年度からはあのエヴァンジェリカルエクスプロージョンにあの協力していただいて、その、 あのスキルであったり、あとはあのアルファコースのその自分たちでの運営の仕方みたいなのもこう指導していただくようなのもカリキュラムに全部入れてしまって、あのより実践的にあの学ぶことができるようにあのしているところですね。もうよりこう総合的にいろいろ学べる場所になっているということですね、はいはい、ワーシップジャパンでは一般に公開されるセミナーやカンファレンスを定期的に開催し、教会の教職者や信徒、本校の学生などに学ぶ機会を提供しています。最近はオンラインで開催されるようになり、より多くの方が参加するようになりました。佐々木学長や佐藤博明副学長らが直々に講義を行い、教会の成長拡大に役立つ最新の情報や知識を提供しています。私は先生からもお願いがありまして、昨年このカンファレンス政界などのご用意もさせていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。いやこちらこそ、あのセミナーカンファレンスの内容についてですね、はい、少し詳しくいろいろ教えてください、はい、カンファレンスは毎年あの通常であれば3月にあの開催してるんですけれども、これ年に1回で、あのこれもまあ1日使ってやってるんですけども、あの結構な回数を重ねてきたんですけれども、以前は3日間連続やったりとか、あのちょっと無謀なことをやってたんですけど、あのこのカンファレンスに関しては基本的にはあのそこに集ったあのクリスチャンたちの献身の決断をする場所というか、そのタイミングチャンスとして用いていただきたいなというふうに思っていて、なのでまあいつも伝道とそれからその礼拝と献身というテーマであの3部構成でやってるんですけれども、そのまああの今までもその献身をそこであの告白してくださった人があのかなりな分量いてですね、あのそれは嬉しく思ってるんですけれども、セミナーの方はあのワーシップジャパン宣教人材育成学院でその日頃こうやっている授業のエッセンスですね、で特にあの今その学校に入ることができない、あのこう手軽にエッセンスを学んですぐに教会にこうあの取り入れたいというような方々を対象にしてセミナーを開くというのが一つのコンセプトなんですね、うん、なので、1時間半から2時間ぐらいのその短いそのセミナーで、副学長の佐藤博明が前半メッセージをして、これはあの流的なメッセージ で、はい、であの私の方が後半の 40分か45分間ぐらい具体的なその実践的な動き方であったりとか、そういうスキルであったりとか、そういうことがこう理解できるようなメッセージというか、それをさせていただいているしてますね。ああそうですか、はい、私もねあの何度かあの、はい、Zoom で参加させていただいて拝見したんですけれども、はい、もう先生方のこうすごいパッションがね、もう情熱が伝わる回だと思いますし、まあ、今先生特にこのコロナ禍にありまして、はい、このズームを使ってなさってらっしゃると思うんですが、はいはい、そのお考え反応はいかがですか。あの多分そのもともとは、その一箇所に集まっていただいてセミナーをやってたんですけれども、ズームの方がやはりその遠隔地からのアクセスがしやすいので、うん、そういう意味ではあのよりいろんなことがこう広がってきたのかなという気持ちはあります、はい、それと特にセミナーに関してはあの Zoom であのもっとあの広げていきたいなというふうに思います、はい、あの
先日も海外から英語でやってくれませんかっていう話が来たりとかしてますので、それちょっと準備するの時間かかるなと思いながら今祈ってるところですけども。あ、そうですか。まあ、でも何かその働きがもっともっといい、いい意味でね、増え広がるといいと思いますね。はいはい、特に今回この Zoom の1年間、私たちは Zoom を通していろんな政界やセミナーや会議などもいろいろやってきたんですよね。家族でも Zoom 使ったことがありますけれどもね、本当に私たちが今まで本当に2019年まではもちろん Zoom はその前からありましたけれども、まあ、実際的には使ってやるということはあまり知らなくて、今回いろんな体験を通して、まあ、先生おっしゃったようにもう本当遠隔地でもそれが使えるということで、私たちの教会でもZoom を使っての祈祷会というのをやはり始めて、これによって関東とかそれ以外のところにおられる方々もご一緒に参加したりすることができますのでね、まあ、これは本当に可能性がいろいろあるんではないかと。まさに先生のところがそこから何かまた Zoom の人材の育成ができたのまた素晴らしいですね。そうですね、はい、今チャレンジしているのは今やっぱりそういう Zoom であったりとかそのリモートで営業する技術っていうのを一生懸命みんな考え出しているじゃないですか、はいはい、それからそのための言葉遣いであったりとか、その営業の一つのこのやり方っていうのをものすごく開発してるんですよね、はい、我々伝道においてもそういうことを真剣に考えて、これから の, そのリモートでの伝道の仕方、福音をどういうふうに伝えていくかということもやっぱり一つ の, 我々のこれいいチャンスだと思うので、うん、こう課題かなというふうに思ってますので、はい、これ短期間でみんなで一生懸命考えて、うん、このチャンスをものにしたいなという思いが今ありますね、はい、もう素晴らしいですね。ぜひやっていただきたい、はい、そういうインターネット時代に合った人材の今度育成っていうのも、うんね、先生期待しております。はい、はい、ありがとうございます。今日の最後の質問になりますけれども、はい、今この学生たちに何を先生は期待していらっしゃいますか。そうですね、自由な発想でもっとアグレッシブにこう伝道に励んでもらいたいなと思ってます。それが一番なんですけど、はい、割と今までの日本の教会のその一つの文化としてあれをしちゃダメこれしちゃダメって、ね、結構多かったような気がしますけども、うん、そうではなくて今多分今のこの COVID-19 の影響でこれは多分我々のその宣教であったりとか伝道ということにおいては昔のグーテンベルクの印刷機が出来上がった時と同じぐらいの画期的な一つのこうチェンジする時期だと思うんですよね。ある意味ものすごいチャンスだと思うので、ここをしっかりとものにできるようなそういう人材になっていってほしいなというふうに思ってますね。なのでそれともう一つはそのやっぱりしっかりとしたビジョンを持って、うん、そして、自分の価値をしっかりと自分自身でも認めて神様が認めてくれる、うん、その自分の価値をしっかりと自分で認めて、うん、で、やはりそのそれともう一つはその神様から委ねられている、うん、で全ての人が必要としている福音の価値をもう一度しっかりと、うん、どれだけの価値のものを自分たちはお預かりしているのかということを、はい、うん、もう一回しっかりと認識しつつ伝道に励んでいってもらいたいなというふうに思っています、ね、今一般社会でも言われているのは若い人たちが保守的になっている、内向きになっている、はい、特に豊かな、ネットさえつながっていれば生活がもう充足するような時代に生きてますので、はいはい、実際ね、私たちも家にいて買い物はほとんどインターネットでやりますし、もう連絡もそうですし、はい、SNS を通して自分を発信してという、はい、ですから、そんな中で先ほども先生おっしゃってたように人とコンタクトすることを通しての伝道宣教というのがベースにありますので、はいはい、やはりその意味において何か一言で言うとこう殻を打ち破ってほしい。そうですね、何かもう本当に今アブロードで外に出る人が本当に少なくなってるんですね、はい、留学生なんかも少なくなっていると聞いていますけれども、はいはいはい、ぜひいろんな意味でこう自分の殻や内にこもるのではなく一歩外に出ていく、はい、今現実的にはこの COVID の問題がありますので難しいですけれども、はい、でもこの世が明ける時にはもうそういうふうにどんどん出ていくね、はい、新しいアイデアを持って奇抜な、今までの日本のキリスト教会にはなかったような そうですね、そういう何かね、はい、ことをする人材が
出てきたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、何よりも学院長が、まあ、そういう方ですから、殻を打ち破ってきた、はい、方ですのでね、きっと神様はそのように用いて、はい、今も卒業生の中でたくさんそういう方いらっしゃいますけれども、これからも用いられていきますよ、はい、何か先生が今その生徒たちのためにお祈りをしておられるこう何か課題といいますか、そういう何かございますか。一番その僕 の, その彼らに対する彼女たちに対する祈りの課題としては、主が共にいてくださって強めてください、うん、やっぱりその伝道する宣教事業に関わっていくっていうことは、この神様が共にいてくださる、はい、そして聖霊に満たされる、要するにいつも一緒にいてくださるっていうその感覚が少しでも薄れると孤独になってしまいますから、うん、だから、まあ、いつも聖霊で満たされて聖霊によって強められて、うん、パワフルに、はい、というところですね。ですね、強いクリスチャンに増えてほしい、うん、本当ですね、はい、打たれ強いという言葉がありますけれど、はい、そういうクリスチャンを、はい、ぜひ先生育てていただきたいと思います。次週また引き続きお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、ある意味ではエデュケーションこの教育っていうこの観点からお話をいろいろ伺って私も非常にこう学ばせていただいたんですけれども、まあ、良き人材を育てる、子教会で育てるというある程度の人数があるところですと非常にそういう学校を作って可能なんですけども、なかなか30名40名では難しい時がありますね。もうぜひですね、候補生を先生のところに送っていただいて、もうしっかりとしたこういう訓練を受けてまた、その教会にあっての働きができる、まあ、そういう人材がね、うん、育つようにもう本当に願ってやみません。それではまた来週クリナビでお会いしたいと思います。引き続きジョシア先生の話まだまだ続きますから期待してください。それでは来週またお会いしましょう。ごきげんよう。